皆さんこんにちは、小林道場経済塾長の小林です。高橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、偏差値70の中高一貫校の生徒はなぜマーチにほぼ落ちないのかという話をしたいと思います。はい、まあ、実際ですね、まあ、中橋さんも、まあ、私もですね、一応、まあ、そういったね学校に通っていたんですが、はい、まあ、僕はね高校からなので、まあ、実際にね、うん、中高一貫にしっかりと6年間通った中橋さんの視点から見てですね、うん、まあ、特にね浅野という新学校に通っていたわけですから、はい、まあ、なんでマーチ落ちないのと、逆に言うと、まあ、どれだけね合格実績がいい理由は何なのというところに、まあ、迫っていければと思います。思いますし、まあ、皆さんがそういう学校に通っていないかもしれませんが、そのヒントは得られると思うんですよね。うん、なのでそこをね、今後の受験勉強にぜひ活用していただければと思います。で、実際ですね、僕が通ってた時の印象で言うと、もうなんか受験勉強をあいつは一応したなっていう子で、マーチに全落ちしたっていう話は多分ほぼほぼ本当に聞いたことがなくて、多分先輩とかでも多分ほぼいないような形、もうなんかご家庭で何かがあったとか病気になったとか、そういうエピソードがあった方じゃないとそういうことは発生してないっていう認識を持っています。はい、なので、まあ、今回はちょっとその理由っていうのをね、僕なりにお話しできたらなと思っております。はい、じゃあですね、まあ、早速本題に入っていこうと思うんですが、まずちょっと印象が分かんないと思うんですよね、そのマーチ全然受かりますよ、余裕で受かりますよみたいな話に関して、うん、なので、まあ、実際ちょっと数字を見ていただこうと思いますということで、今年の浅野高校の進学実績はこんな感じになってますということで、まあ、合格実績ですね。で、浅野高校大体卒業生が270人ぐらい多分いると思うんですけれども、まあ、ニット駒さんと28人、G マッチだと187人、総計上位だと284人ということで、別にこれ何か言えるっていうことは全くないわけなんですけれども、うん、そう、こういう風な人数になる背景っていうのを一応知っておいていただきたくて、うん、そう、ニット駒さんはほぼ受けないんですよ、そもそも。まあ、実際、まあ、日大の医学部とかであればね、もちろん受ける人はいるわけなんですけれども、まあ、正直ほぼほぼ受けないっていう認識です。まあ、受けた人も多分お試しとかがほとんどっていう感じだと思いますね。はい、で、Gマーチでも正直受かってもいかないっていう人が多くて、ただそのお試し受験をしようってなった時に、その上位だと、まあ、そのしっかり行きたいっていう人もいるんで、そうするとその前にマーチどっか1校ぐらい受けとこうかなっていう人も多いのかなっていうのと、うん、ただね、最近は明治なら行ってもいいっていう人が増えてるらしいです。まあ、この187人のうち、5分の2ぐらいは明治らしいですね、合格者が実際。まあ、あとあれじゃないの、うん、やっぱ理系が多いからさ、国立東工大とか狙ってる人が協定利用でなんか明治とかサクッと取ってるみたいな、うん、そうですね、そういうのも多分あると思います。はい、だから協定利用の人も含まれてるので、うん、まあ、かなり人数としては、実際受ける人数としては少ないっていう感じで、うんうん、まあ、総計ならまあ行く人が多いかなっていう感じ、ね、で、まあ、上位だと、まあ、本当にさっきも言ったんですけど、人によるっていう感じで基本的にはみんな過ごしているかなと思います。はい、はい、でですね、もう早速結論を言ってしまおうと思うんですけれども、うん、そもそもその学校の勉強についていけてない人であったとしても、うん、マーチの勉強に関してはこのかなり下級生の間にぶっちゃけ終わってるっていう人が多いんですよね。うん、なので実際受験勉強始めた時にかなり基礎の復習をしてるっていう感覚だけで合格を勝ち取れるんじゃないかなっていうのが一応僕の周りの結論になります。そうですね、はい、まあ、でこういう高校の特徴と、さっき話戻っちゃうんだけどさ、うん、その逆ピラミッドと僕は呼んでて、はい、普通の大学ってこうでしょ。うん、東大が一番とか医学部が少なくて、うん、総計が次でマーチで立東コマセンになるじゃん、うん、でこれが難関大になってくるとこうなってって、で最終的にはまあ極端にこうなるんですよ。そうなるんですよね。そうで、そうこうなってくると、まあ本当にこう上位の進学校なんですけど、うん、やっぱそういう学校だと結構その早い段階で、まあ、そのマーチレベルを突破してしまっているということですね。そうですね、まあ、この感覚がどういうものかっていうと、まあ、例えばその理系の数3までやった人っていうのが、その教科書レベルの数 1A の定期テスト解かされたら、まあ、余裕だって感じると思うんですよね、まずね。うん、で、あとはまあ、 ある程度受験勉強したりとか、例えば英検3級の試験受けに行きましたってなったら、ほぼほぼ満点取れると思うんですよ。うん、で実際正直、まあ、当時のね自分たちはやっぱマーチに対しては結構そういう感覚っていうのを持っていたんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、なるほどね。はい、で、まあ、じゃあ実際どういうふうにさ、はい、その進んでいくかを、うん、知りたいよね、みんなね。そうですね、うん、はい、じゃあまあちょっとここから実際の進路を、お話ししていこうと思うんですけども、まあ中1から高3まで大体こんな感じになってますというところになっておりますというところで、はい、まあはっきり言うと、まあ中2万の途中ぐらいで中学生の内容全部終わって、うん、で、まあ、中3から数1年で着手して、そこから浅野高校自体はそんなにね、まあ、てか中2の途中、最後の方ぐらいから数1年に着手するんですけど、まあ、そこからがものすごい早いわけじゃないんですけど、よくよく考えると、演習の授業みたいなのがあったんですよね。だからなんか問題解いて解説されるだけみたいな授業が別途あったりして、当時は。はい。なので、ただ高1の時は、中3の時やった数1A のなんか演習問題とかバーって解かされつつ、2B をどんどん終わらせていくみたいな。そうですね。はい。で、多分ね、この何年生で何をやってるっていうのだけを見たら、うん、うちもそうだよっていう人いるんですよ。うんうん、
そうじゃなくて、そのだからこの中で何をやってるかを、ね、そうそうそう説明してあげてほしいんですよね。そうですね、はい。で、まあ、若干そしたらですね、その中のエピソードについてお話をさせていただこうと思うんですけれども、はい、まず英語に関してなんですけど、もう僕の記憶に残ってるものだと、中学生の間の定期試験でマーチの過去問出てます、うん、はい。なんで、まあ、普通にしかもなんか一問文法問題出てきたとかじゃなくて、長文問題がっつり解かされてるみたいな感じなイメージですね。そうだね、はい、うん、間違ってないと思います。そうそうそう。あとは、あの、覚えてるのが、そう、中2の時に生物のテストがあったんですけど、はいはいはい、そもそもある問題がセンター試験の問題とかばっかりなんですよ。はい。で、最後の方とかには、なんか、総慶の問題とか出てたりとか、それは気合入ってるの、ちょっとね。慶応の医学部の問題も出てたっていう記憶があって。それやりすぎでしょ。そうそうそう。やりすぎなんですよ、基本的に。で、まあ、これはなんか解けなかったな、みんな、みたいなことを普通に言ってるっていう先生が。先生、ちょっとそれはやりすぎですよ、先生。そう。で、まあ、もちろんね、かなり、範囲をかなり限定してはいるんですけれども、はい、まあ、ね、まあ、そういうような問題普通に出てるっていう感じでしたと。で、まあ、高校2年生の時には、まあ、理科を除く全ての科目は終了しているんですけれども、こう終了ってね、本当に入試レベルで終わってて、まあ、この話で多分前もしたことあるんですけど、高2の時の数学の試験か、高1の時だったかもしれないです、もしかしたら。が、1時間の制限時間で9定内の大問が4問か6問出題されるっていう感じですと。うん、なので、まあ、9定内の問題って当然150分でね、5問とか6問とか。で、1問25分とか30分で解く問題を1問10分で解けみたいな、そういう試験が出ると。しかもなんですけど、高校生の間で、これらのテストで45点を取れなければ赤点がついてしまうんですけど、学年赤点が2個以上あると留年なんですね。一応僕の高校。うん、まあ、実際そういう人ってほとんどいなくて、まあ僕は学年赤点1個あったんですけど、うん、まあ学年赤点についたのは、まあ、理系だと3人だけみたいな感じだったんで、はい、まあそういうようなことをさせられてますよと。いう状態なんですよ。だから別にこの授業自体がね、特殊っていうふうに感じないかもしれないですけど、このレベルまでやらされてるっていうことはあるのかなと思います。そうですね、はい、だ僕はちょっと中学時代はね、改正にいなかったんですけど、うん、高1のところをね、思い出すとね、実際そうなんですよね、はい、うんうん、やっぱりその高1の時に英語のね、よく覚えてるんですよ。英語の授業で、うん、まあ、先生がね、オリジナルテキストを作ってくださる先生で、うん、まあ、文法問題と、まあ、長文読解のセットが毎回1項、2項、3項って並んでるんですけど、まあ、長文で出てくる問題って、今ね、思い出すとね、うん、やっぱ広島大学とか、上智大学とかなんですよ。高1ですよ。そうそうそう。そう、でも僕らは、はぁと思いながらやってて、意識してないけど、これって異常事態なんですよね。そう、普通に考えたら。普通にね、中学生ぐらいの時、6つって思いながら解いてるんですよ、そういうの。だから結局なんかそういう部分を、まあ、こう通過してしまっているっていうのは、一個言えることなのかなというふうには思いましたね。そうですね。はい、あと、まあ、なんか僕のエピソードとしてもう一個覚えてるのが、うん、そう、高3の授業が結局もほぼ予備校なんですよね。うん、で、実際、僕一回驚いたことがあって、キャンパスって数学のテキストあるじゃないですか、うん、で、まあ、あれはね、僕が高校3年生の時担当していただいた数学の先生のテキストなんですけど、うん、実際、まあ、当時あれが寸大でも使われてて、同じようなものがで、うん、寸大の浪人生向けのテキストだったんですね、実際昔あれっていうのは、うん、なんですけど、それがうちの高校の高3っていう、高2の3学期から高3の2学期までのテキストがそれで、結局寸大で1年間受ける授業を、浪人生1年間で受ける授業をずっと高2の最後から受けてるみたいな感じのところもあったりして、うん、なるほどね、しかもそれは結局一番下のクラスとかでもそういうことっていうのは当たり前のようにしてて、うん、東大クラスだとかもちろんもっと上の問題とかをずっとやってるわけなんですよね。やっぱりそのなんか自分では受験勉強してないですって言ってても、多分一般社会から見るとめちゃめちゃ受験勉強してるんですよね、多分ね。そうだね、はい、うん、なのでなんかまあ普通に高3の夏明けぐらいに、まあ、そろそろやるかぐらいでやり始めても、おなんかこれやったなぐらいな感覚で、まあ、マーチぐらいまでだといけちゃうっていうのが、まあ、ぶっちゃけあるのかなっていうふうには思いますね。いや、まあ実際そうですね。だから、うん、なんていうんですかね、その平常時の呼吸してる時の、肺活量が違うみたいな感じですね。そうそうそう。なんか、はい、もうここに一応書いたんですけど、はい、多分マーチに受かるみたいな、マーチで合格点取るっていう感覚が、多分定期テストでいい点取るよりも多分楽なんですよね。うん、うん、まあ、それは言ってしまうと、まあそれは正しい、ね、そう、多分そういう感覚なので、で別にそれをもう6年間ずっとやってきてるんで、でそれを同じことやれば受かるよねっていうことが、結局マーチレベルだと達成できてしまうっていうことが正直あるのかなと思いますね。そうですね、うん、最近だとね、ちょっとまあ様相は変わりましたけど、うんうん、僕のだから15年ぐらい前かなぐらいだと、まだまだその総計も今よりは入りやすかったん
で、うんうん、そうなるとね、その改正とかだと総計がそんな感じです。そうですよね、はい、うんうん、呼吸してれば受かるっしょみたいな。だ僕とか経済落ちてバカにされてなんで落ちてんのお前みたいな、そうそうそう、まあ、っていうのもあったぐらいですからね。そうですね、うん、まあ、多分ね、うちの大学だと、まあ、その感覚でギリ許されるのが早稲田の教育とかがそうかもしれないぐらいなレベルではあって、はい、うん、まあ、上智理科大だとそれでいける人も結構多いのかなぐらいの感覚でした ね、当時だと。感覚は何度か動画で言ったけどね、当時先生は結構自慢してたのは、うん、東大何人ってほとんど自慢する先生がいないんですけど、うん、結構いらっしゃったのが、俺のね何年前に持った学年はビリのやつが一浪して慶応の経済行ったみたいな。そう、400分の一番下ですよ。うん、 それをやっぱなんか自慢してる先生が何人かいらっしゃったですね。あ、すごいですね、それは確かに。うん、やっぱ学年一番下ですからね。一番下ですよ、だって一浪してね慶応行くってなかなかいですよ、それは。とかね、まあ、全然いますよ。早慶に絞れば3ヶ月みたいなこと言ってそのまま受かっちゃう人もいるし。そうそう、おっしゃってましたね。そうそうそう、もう訳わからん人がいっぱいいます。まあちょっと今よりはね、正直入りやすい時代ではあるので、うん、あの今のね、あの生徒さんがそうだというふうに思わないですけども、まあ、正直そういったことは ありますと、はい、だからやっぱりじゃあ皆さんどうなんだって話でしょ、うん、結論。そうです、はい、でもこれね、まあ、だから先取り勉強量の話になるだろうって皆さん予想してると思うんだけど、はい、まあ、なるんですよ、なるんですなるんですけど、はい、まあ、ただね、そのじゃあ先取りの勉強量って言ってるけど、そのさっき言ったその肺活量を冷静に考えてほしいんですよ、うん、なんかやっぱりね、最近僕らがこうやって発信してるせいか、結構例えばツイッターとかを見てても先取りをしてくれてる生徒さんとか、結構高1から意識高く勉強習慣つけてくださってる方が増えてて、うん、とても素晴らしいなというふうに僕は思ってるんですけど、うん、ただね、残念なことにやっぱり多くの方は基準が低い、うん、1日3時間とか1日ね2時間ぐらいやって、うん、ふう今日もやったったぜみたいな、うん、とかなんかね、俺はもうね1学期じゃなくて2学期の期末の範囲まで終わってるみたいな、うん、いやいやいや2学年ぐらい飛ばせやみたいな、そうそうそう、1学期飛ばしてどやるなみたいな、実際見てもらって2学年ぐらい飛んでますからね多分、そうっていう風な、そのもうより高いハードルで頑張ってほしい。もちろんなんかね、全高校生中学生がね難関大受験のための勉強すべきだとは思わないですよ。ただ、うん、そういうところに行きたい、チャレンジしたい、将来やりたいことがあってそのために大学受験するんだって思ってる人はね、まあ、ぜひ頑張ってほしいと思いますし、まあ、手前味噌になっちゃいますけども、ね、個別上司キャスト S では学年関係なくぶち抜いた先取りね、勉強料を提供しておりますので、我こそはという方はねぜひお問い合わせいただければと思います。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。